はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストビルダーズ、続きやっていきたいと思います。前回ですね、このね、メルキド・リムルダル編ときて、マイラ・ガライア編なんですけど、ここね、完全にクリアしたんですけど、ここもね、やっちゃおうと思いまして、とりあえずね、各章においてね、サブクエストじゃないけど、何個かね、クリアしたら、このメルキのね、金メダル、銀メダルってありますけど、ここ多分金になるんじゃないかなと思いまして、ですね、これがね、ヘルコンドルをね、倒す前のデータなんですけど、これね、また作ればいいんですけど、その前にですね、サブクエスト的なものがあって、まずね、この廃墟の屋根の修理ってのと、スライムの王冠を、ね、手に入れるってのと、あともう一つがね、難しいクイズあってね、あれ全問正解するって話なので、まずいけそうなところがスライムの冠かな、多分心当たりあるんですけど、あそこで何かやればいいんだと思うんだけどね。おそらくこの2番目、これ1番目か、2番目の、扉の奥で、スライムのね、形をした池があるんですよ。あそこだと思うんですけどね、とりあえず心当たりあるのはね、探しながらやるんですけど、おそらくここなんですよね。あ、ありました。これですね。ここで何かやるのかな？何も現れないですね。ここで何かするのかな？スライムの王冠。ここに何か作るとか？油とか。そんなんが出てきて、ベスが出てきた。とりあえずね、ヘルコンドルは、一回戦ったので、城をね、城っていうか拠点を、改造すればいいですけど、なるべくならね、こうクイズとかね、ちょっとじっくり考えてなかったんでね、自力でやりたいですよね。最悪わかんない時のメルキドガーデンとかね、そうだったんですけど、どうしてもわかんなくてね、そういうのだけね、ちょっとね、どういうことなんだろうって調べた時に、レシピがね、存在しなくてね、ファミコン版かな、なんかそういうメルキドの、状態見てね、それを再現するとかね、そんなのがあったんで、もしかしたらね、ノーヒントなのかもしれない。夜まで行ったらなんか釣れるとか、そんな。お！メタルスライム釣れんのこれ。もう、あれ？もう今やね、これ楽ですよ。え？なんか釣れんの？これもしかして。さて。一応部屋作ったんだけど、ここになんか部屋作ったりすると、出てくるのかな、ちょっとわかんないけど、なんか起こるまでやってみようか。片付けたら綺麗にしたら出てくるとか。絶対違うよね。なんかあんのかな、どうやったら王冠とか出てくるんだろう。多分ここじゃないのかな、この頭の先の方に行けばいいとかかな。考えすぎかな。お、メタルゼリーなんか釣れんのこれ。王冠とか釣れんじゃねえのこれ。おびっくりした。これか、これ持ってんのかな、もしかして。ちょっと待って、キングスライムなんかいいんだこれ。知らなかった。ちょっと待った。あ、ハヤブサの剣持ってないと。きついね。え？あ！やった！これだ！で、これ、なんなん？特殊アイテムって書いてる。これ何するんだろう。これでいいんだ、多分。よっしゃ。やっぱ釣るんだね、これね。王冠釣れるかと思ったら、キングスライム釣れちゃった。いや、ちょっと待って。あともう一個なんだっけ？ん？ちょっと待った。なんだこれ。
隠れないと隠れないととか言ってる。こんなん初だね。いや、やられちゃったよ。注意してたはずなのに、キャタピラーの巣に近づいちゃって、そのままチクリと刺されて、あともビビビビって感じだよ。あいたたたたたた。回復するまで家に引きこもっていった方がいいよね。あいたたたた。使う。あ。こんなんやってなかったね。あいたたたたたた。あれ痛くない。もしかして君、今何か薬的なものを使ってくれたのかい？え、まさか、わざわざ僕のために満月眼を？君はいい人なんだね。人間にしておくのはもったいないな。せめてものお礼としてこれをあげるよ。どうか役立ててよね。一数で50個。持ち物いっぱいになりました。こっちもなんかいるけどね。容器直したけどなんかあんのかな？ですね。これかな？ちょっと見えるんだよね、なんかね。屋根を修理するって言ってたんで、どっかあんのかなと思って、何でしたっけ？弟子、ウルスさんだよね。あれの家とかすごいぶっ壊しちゃって、あれをもしかしたら修理するのかなと思ったけど、これか。これやばいな。これどうすんだろう？中行くのかな？屋根修理すんの？あれってメルキド編であった屋根だよね。うわー、これまずいな。落っこったら死にますね。あ、多分メルキドグリルあんのかな、これ。あればいいんだけどね。まあ、メルキドじゃないかな、これリムルダルだからね。どうなんだろう。まあどっかにあるかもしれないけど、まあとりあえずいいや。ここ入ってみよう。これ全部、待って。上行けんの？あ、すげえ。あ、こんなん作りたいね、いずれね。あ、初めてのものだらけだ。危ない。とりあえず上行ってみっか。落ちる可能性あんな。とりあえず屋根までは来たんですけど、これ危ないな。お、古い紙幣が入っていた。お、俺が最後の仕事と決めたこの屋敷の屋根修理もついに完成できなかった。依頼主はとっくに病気で死んで、俺も同じ病気で間もなく死ぬだろう。この犬の屋根を修理したってきっと何の意味もねえ。だが俺は職人の最後のものづくりとしてこの屋根の修理を完成させたかったんだ。もしこの紙を読む者が意思を受け継ぎ、屋根の修理を完成させてくれたら嬉しく思う。は？ああ？なるほど。ああ、それはないわけだ。ああ、じゃあ、斜め板。しまった。他に板入ったよね、今ね。引っ込み。ああ、なるほどね。じゃあ、合わせていけばいいんじゃない？これ。ねえ、ほら。ああ、なるほど。そんな難しくないか、じゃあ。これ斜め板。これだ。これ落っこったら怖いな。高所作業です。怖いな。えい。あれは？これ引っ込み板ってやつか。なるほどね。即死だけど気をつければ大丈夫かな。いけた。ん？あれでいいの？完成させたやつちょっと違うけど。まあいいや。まあ完成したんだろう。これで開けれんでしょ？なんだこれ。はい。これを読んでるやつはきっと俺の最後の仕事を完成させてくれたやつだろう。誰か知らぬが感謝する。お礼に俺の職人魂を受け取ってくれ。いや、何？あ、今のをひらめけるんだ。あ、なるほどね。これで、あと一個だ。クイズ。あそこまで行かないとちょっとわかんないな。ちょっとね、真剣に考えてみようと思う。で、その後ね、時間あればね、ヘルコンドルね、ちょっとカンプなどまでにボコボコにするぐらいね、ちょっとやりたいんだけど、これさすがに、あれ？ここも適当だったね。ちょっとね、職人魂がね、うわぁ。ちょっと職人魂が、これは、ダメだ。さすがにね、ちゃんとした仕事をね、やって、
置きたいですよね。はい、ちゃんとした仕事完成。え、これでここは完了だね。ですね、まあ、この先なんですけど、ここね、まあ、後でやろうと思って、まあ、とりあえずはスルーしたんですけど、やっぱりこれ、そうなんだね、クリアしとかないといけない場所だったんかな。私は探求者タルバ。知力ある者よ、そなたの輝きをここに示すがよい。この地には3つの問いがある。すべての謎を解き、証をここに示すのだ。この3つなんですけど、何やさっぱり目がわからんね。リムルダールの最初の地。最初の地だよね。そこにある双子の謎を解け。そして知識の証をくぼめへとはめ込むのだ。最初の地ね。まず最初いたところだろ。なんかあんだな、じゃあ。青き扉の先にある島。そこにある進化の謎を解け。進化の謎。進化の謎、最初の地。これ全部メモっときますね。赤き扉の時の謎を解け。そして知識の証をくぼみとはめ込むのだ。なんだろうな、これ。鍵がかかってる場所見つけた。ここ初ですね。これは関係ないか。宝。まだ案外取ってないのありましたね。何？何もないの？あ、世界樹の葉。あ、さっき、世界樹の薬。なんだそれ。治すんか、完全回復か。力尽きた時、全回復持ってるだけで効果ある。やべ。何それ。すごいのあったね。あれ、建物だよな、あれ。なんだこれ、こんなん知らない。あ、私は探求者タルバ。知恵ある者よ、そなたの輝きをここに示すがよい。目の前の部屋は双子である。しかし双子は今双子ではない。双子たらしめ。あ、なるほど。なるほどね。あ、わかったわかった。これは簡単だ。すぐわかった。あの、右と左一緒にするんでしょ。多分。たらい？え？つぼ。壺三ついんのか。ここで作れんな。でも持ってねえぞ、壺なんか。何か。壺、あ、たらいあった。たらいでしょ。たらいがここか。ああ。で、机があって、生け花はある。ね、生け花あるでしょ。そこだね、これ。ここだ。あ、違う。何やってん。ここだよ。ここ。うん。で、壺でしょ？壺は作ろう。なんかさ、松明、料理用焚き火。はい。で、壺を2つ。OK。まあ、双子じゃないけど、藁のベッド置いたけど。ここは一緒だね。双子たらしめよう。なんだあれ？ん？ホワイトブロック。あ、これはめ込むんだ。なるほど。じゃあ次は青いとこだね。じゃん、メルキドグリーブ。なんだよ、あるのかよ。なんだ、これ先ほどの、なるほどね。力に入れるのがいいけどな。これ落っこっても大丈夫ですね、もう。なんだ、メルキドじゃないのにあんのか。それ知らなかったね。で、ここの多分どっかに、お、あれ、満月マンが、丸がない。え、このどっかにあんの？どこにあんの？どっかになんかあんの？あれなんだろう。なんかあっけど。
あんなん知らねえし。なんだあれ。え、なにあれ。これかな。え、なにこれ。あ、リカントマムルいるし。初めて見た。え、なにここ。赤いリカントどもめ、ヘルコンドルめ。え、なになに。へい。あ、宝箱がある。なんだここ。あ、金の指輪だって。え、これ建物に入れちゃうのこれ。あんじゃねえかよ、一生懸命探したのに。で、なんだここ。うお、そなたは人間、人間の子だな。あのように屈強なリカントたちの間をそのような無表情で堂々と抜けてくるとは、そなたなかなかの大物と見た。して我が道場に何のようなのだ。ん、用なんかない。ただ建物があったから入ってみただけだと。その通りだね。ふふふふふふふぬふふふふふがはは、そなたは正直なものだな。気に入った、気に入ったぞ。わしはリカント族の中でも最強の名を欲しいままにするキラリカントだ。この地のリカント、青い色のリカントは赤い色のリカントマムルと仲が悪くてな、縄張り争いに勝利しようとしておるリカントに稽古をつけてやってるというわけだ。して、そのあなたはなぜこのようなところをうろちょろしておるのだ。うぬ、病気の人間たちを救うために病人や薬の素材を集めてるんだと。ということはそなた薬が作れるのだな。ぬお、これは素晴らしい。薬作りついでにどうかわしの頼みも聞いてくれ。わしは混乱に効く薬が欲しくてな、その製法もすでに考え出してあるのだが、とある理由があってわしには作ることができぬのだ。製法は教える。あとはなんとかそなたの力で作り出してほしい。もちろんそうの礼はするぞ。頼む。これはわしのメンツの問題なのだ。何それ。天使の着付け役。作ってこいって。え、これ関係ないのかこれ。なんだよ、関係ないんかい。ちょっと待って。じゃあ、なんだ。あれ関係ないのかな、クリアとは。でも作っておきたいよね。どうせ一回戻るから、作ってまた戻ってくればいいんだもんね。とりあえずここだけやっちゃうか。ちゃんと場所覚えとかないとな。あーんだよ、こんなとこにあんのかよ。で、これどこ、これ。屋敷の前か。あー、なるほど。全然回ってなかった、こんなとこね。石碑に文字が刻まれている。私は探求者であれば、こそはね。人は進化する生き物である。しかし進化するのは人だけでない。ここに不完全な進化がある。そなたの力でその進化を完成させるのだ。あ？ここに植えればいいんじゃない？ヤシとか。多分そんなんじゃないかな。ってことは眠るんだろ。ほら。なんだよ。なんだよ。ちょっと拍子抜けしたな、これは。これは簡単だわ。ブルーブロック。ああ、なるほどね。ホワイトブロック。じゃあ、あと一個なんだ。赤い扉か。あ、できる。狂乱の爪。ああ、そういうことか。これ落としたもんね。リカントマムルが落とすんだよね、これね。確かね。普通に、襲ってきた時落としたので、でもあの先にリカントマムルいたから、あれがないとダメだったんだ。じゃあ OK だね。じゃあそこ行って赤い扉行ってみようね。あれなんだろう。あれ赤い扉のやつかな。そしてね、入り口からさほど遠くないっていうね、来て分かったけど。え、あ、ここじゃないわ。何やってんだ、ここの左側だね。そうだね。キラーリカントがどうとかこうとか、天使の着付け役。あー、いたいたいた。メルキのクリーブ、あんじゃんよ。なんだよ。トラ。全然食らわないけどね。これ最高だよね。今は絶対死んでるもん、あんなの。あ、でも90あるから死なないか、さすがに。で、ここにリカントマムルがいて。あー。
とて、ああ、いや、話せば大丈夫かな。ヘルコンドルのやつ。はいはい。老母子混乱の病に効く薬を作ってくれたんだな。そしてこの薬を作るためには必要な素材を得たということは、混乱攻撃を仕掛けてくるリカントマムルを倒したいということだ。そうだよね。実はわしはな、リカントたちにリカントマムルを倒す稽古をつけておきながら、混乱攻撃が大の苦手のリカントマムルには手も足も出ないのだ。だが、この薬があればリカントマムルを倒せる。わしのメンツも守れるということだ。うわははは、よくやってくれたぞ、ボッコ。わしは強いやつと正直なやつが大好きだ。そのあたをわしの一番弟子ということにしてやろう。一番じゃないじゃん。稽古は全くつけておらんのかな。うわははは。で、そうそう、これはせめてもの礼だ。わしの太い指には入らぬ、受け取ってくれ。あ、理性のリング。なるほどね。ですね、あったっぽい。こうなんかちょっと見えるんですよね。何でしたっけ、一個前のところからなんか見えるところ、あれじゃないのって言ってた場所だと思うんですけど。なんかそうだよね。奥に見えるのが、さっきの、だったんですね。多分ここだと思うんだけど、あ、やっぱそうだ。あ、見っけた。見っけたけど、クリアはできんのかな。これ落っこちる癖つけるとね、メルキドグリーブあると思ってね、落っこちゃうので。よし。え、なんだこれ。私は探求者たれば知識あればの、そなたの輝きをここに示すがよい。目の前の石は、時を刻み石石。時計か。はいはい。今、時は、朝と昼の間であり、夜の中心である。その時を昼と夕の間であり、夜と朝の間にせよ。どういうこと？朝と昼の間である。今、9時だよね。あれ、普通に考えてね。昼12時。朝って何時の設定なの？これ、6時と12時の間ってこと？朝と昼ってことは。夜の中心である。まあ9時、まあそうだね。9時は夜だもんね。その時を昼という、昼。昼は12時。夕方って何？ 6 時？やはり、夜と朝。3時か。あ。ここ壊せんのこれ。初めてのゴーレムイは。そういうことでしょ？だって。なんだ、これヒント出るじゃん、ブワーって。割かし、何言ってんだろうなっていう問題だったけど、やってみると簡単だね。やってみて初めてわかるみたいな。やだ、これ。お、火を伏せくぞ。あ、やった、これで、どこだっけ、タルバの。遺跡行って、あとヘルコンドルをね、ちょっと倒してやろうかなと思うんですけど。なるほどね。じゃあ、そこだけ行くか、ここだね。いや、ちょっと遠いので。あったあった。よし、おい。はめる場所確かにあったんですよ。いきなりカント邪魔だな。うわ、2匹いるし。んで、こっちかな。そういうことだよね。ホワイトブロック。あ、これだ。これか。ね。で、やった。これでクリアすればいいんだ。うわ、なんか出てきたし。古い紙片が入っていた。私は探求者タルバ。知力ある溢れるものよ、よくここまでたどり着いた。そなたにふさわしい宝を授けよう。何？ああ、スーパーリング。あ、もうこの時取れんだ。いや、なんかね、次の場所にあんのかなとか思ってね。どう全部錬金するんじゃないの？じゃあ。あ、できた。満月が、はいはい。銀遊魚。はい、できました。スーパーリング。
ああ、まあ、全部使う。リングは使わないんだね。なるほど。毒麻痺、眠り混乱を無効にする。まあ、これができました。ということで、街がね、すごいことになってるんですけど、とりあえずね、ヘルコンドル倒すだけなんで、もうヘルコンドル戦うために作った要塞ですからね、これ。さあ、来ますか。もう街の人、消えたのもわかんない。さて、もういきなり突っ込んでも大丈夫ですね、これね。ハイブ3件ですよ。仲間が呼んだ。あそこね、こんなのあるんですよ。とりあえず来たらね、羽休みますよね、これね。おっと。羽を休めなかったらね、こっちで待ってればいいので、大体2箇所しか来ないですよね、これね。レッツゴー。おっと、食らったけど。何のために作ったんだ、台段ですからね。羽は休めないね。魔王たち呼び出した。あ、もう壊れてもいいや。竜巻なんで食らっても頭ぶつけるんで。足りなかった。あ、怒った時ね、やっぱダメージ食らいますけど、メルキルグリーブもあるんだけど、別にいらないかなと思って。よし、どれや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 。配信出ないかな。配信の指輪持ってるんだけど。お、仲間呼んだ。ユカント守り邪魔なんだよね。おお、これ壊すんだ。大弓はね、壊されてもね、まあ設置すればいいんで。こういう場合は、ここに隠れ、避難。
最後の仕上げいきましょう。オッケー。そうしました。まあね、ゴーレムほど軽くはいかなかったですけど、まあ、普通に倒せますね。使わさせていただきます。はい、晴れて晴れてクリアはいたしましたけど、これ使うの1時間ぐらいかけましたね。だから5段ぐらいまでね、高くしとけばすぐ打てるんで、まあ、やり方次第はうまくいくかな。ただあまりね、上の方に作りすぎるとこの下が見えなくなるので、まあ、一回ね、下の町全部ぶっ壊してもいいかもね、あれね。はい、隠してね、リムルダールに完全なる平和が訪れました。まだやってないのあるかもしれないけどね。それはもう完全に、まあ、メルキドもね、多分同じだと思うんですよ、それはね。はい。なんで、王冠、クイズ、あ、できました。よし。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。